第6章自己直視法と言い直る方法精神療法の第一歩は自分を客観的に見つめ直すことから始まります人間は他人のことはよく分かっても自分のこととなると大抵ひいき目に見ていることがほとんどですまず自分自身を正確に客観的に見つめ直してみてください第1節真の自分を直視する とことん真実の自分を偏見なしで直視します。大抵の人は自分だけは特別の人間であると思い込んでいる人が多く、自分だけは病気にならない、自分だけは死なない、自分だけは正しい、なっとどと思い込んでいることが多いものですが、このような自己欺瞞は捨て去ってうんざりする意に現実の自分を見つめます。特に十前回の 順に自分自分身を見つめ直してみます厳密に考えると、十前会などほとんど守られておらず、どうしようもない欠点だらけの自分の姿が浮かび上がってくると思います。怠け者で、欲張りで、ケチで、わがままで、見えっぱりで、公職で、虚栄心に満ちた姿かもしれません。さらに 極楽と地獄の分かれ道も参考にして自分を採点してみます。自分を厳しく採点すると大抵は60点以下の落第点になるはずです。ここでとりあえず自分は人間として失格であると認識します。こんなことだからがんのような豪病になっても当然の報いで仕方がないのだ人並みの幸福なんかないかもしれないと。 自問自答してみますとにかく人間が本来あるべき正しい理想像から自分がどの言いかけ離れているかを偏見なく直視してみます。病気の人は病気なりに全て失いそうな惨めな自分をしっかりと認識します。最後に自分自身に嫌悪感が湧くようになるかもしれません。しかしか嫌悪感が湧いて 自分が嫌になったところでどうしようもありません。とにかく一度は自分の心をどん底に落としてみることが必要です。一度は自分は地獄にいるのだと思ってみます。その上で自分の心の中の地獄を冷静に観察してみてください。10世紀の初め、天来宗の僧である源の誠は北条幼宗を著し、 その後の仏教に大きな影響を与えました。往生要衆は地獄の様子を燃え盛る豪華、迫り来る炎熱感、どす黒くよどんだ血の海、無数の人間たちに果てしなく繰り返される極限の苦痛、異形の鬼や魔物たち、立ち込める不襲や絶叫などでまるで目の前に見るようなリアルな表現で表しています。こののようなな地獄の様子はぜ 描かかれたのでしょうか一般の無知な民衆に悪いことをするとこのような地獄に落ちるぞと脅して改心させる手段として創作されたと考えられています。しかしもっと深く考えれば人間の心の奥底にこのような地獄の世界が存在していることを教えるのが目的であったのではないでしょうか。人間は心の奥底に 誰もが地獄をを持っていいいる、るととううことを知らせたために書かれたのでではないでしょうか源の誠は冷静に観察すれば人間の住んでいる世界は外側も内側も地獄だと言いたかったのではないでしょうか日常生活をしているとよほど感受性の鋭い人以外は人間の住んでいる世界は外側も内側も地獄だなどとは感じません。 地獄などは、どこか遠い世界のことか、架空の話であり、今の自分とは関係がないように感じるでしょう。しかし、癌などの難病にかかり、不治であると宣告されたり、戦場で敵と命のやり取りをしていれば、誰でも自分が地獄にいるか、地獄に落ちる寸前かもしれないと感じるはずです。このような状態にならなくても、冷静に。 自分の心を観察すれば自分の心の奥底に地獄の層が潜んでいることに誰でも気がつくと思います。文豪の芥川龍之介は彼の作品「種々の言葉でこの世の地獄の層を鮮やかに表現していますので引用してみます。人生は地獄よりも地獄的である。地獄の後を経る苦しみは一定の法則を破ったことはない。 例えば、ガキ道の苦しみは、目前の飯を食べはうとすれば、飯の上に火の燃えるタグ火である。しかし、人生の後を経る苦しみは、不幸にもそれほど単純ではない。目前の飯を食べはうとすれば、火の燃えることもあると同時に、また、存外楽々と食冷えることもあるのである。のみならず楽々と食冷えた後ろさえ、 小語るかだじ、激しい腹痛を伴う下痢の起こることもあると同時に、また存外楽々と消化し得ることもあるのである。カウユー・ム法則の世界に順応するのは、何人にも容易にできるものではない。もし地獄に落ちたとすれば、私は、必ず、とっさの間に、ガキ道の飯もかすめえるであろう。イワンや、ハリの山や血の池などは、 23年期ところに住み慣れさえすれば、格別、罰傷の苦しみを感じないようになってしまうはずである。心の地獄の層を直視して、この世の中に絶望し一切は虚なしいという絶望感にとらわれた生き方を、ニヒリズム虚無主義と言います。このような人を、ニヒルな人ということもあります。一度は、現実の自分を直視し、 自分の中の地獄の心を直視することは絶対必要ですが虚無主義的な絶望感に陥りそこに止まって嘆いているばかりではいけませんどん底で居直ってここを再出発の突破口とするべきです第二節この世の無情を悟りここから居直る」自らが地獄にいるという実感にしたり自分の心の中の地獄の層を冷静に観察し この世のすべてのものは虚しいということを実感できれば逆にそこから次第に勇気が湧いてきて稲織の心境に達することができるようになります仏教の開祖のお釈迦様も絶望の淵から稲織って悟りを開いた人です古代インドで一国の王子として生まれ何不自由なく暮らしいていたお釈迦様ゴータマシッタルタは29歳のある日 城の東の門で老人に、南の門で病人に、西の門で死人に、北の門で出家した修行者に会いました。この日の出来事をきっかけとして、お釈迦様は、この世の無情を悟り、人生に伴う小炉病死の苦を解決するための道を求めて、出家する決意を固めたと言われています。癌と宣告されて、癌を克服しようとする人は、 一度はお釈迦様のように単に病吉死というだけではなく地獄のような人生のどん底から居直ってすべての苦しみを解決するたびに立とうとする決意が必要ですお釈迦様が説かれた教えに最も近い経典の一つと言われる法句ー系に次のような教えがあります「我が身を歌方宝松のごとく」「かげろうかげろうのごとしとうなずくものは」 愛欲の間の放つ花の矢を撃ち落とし、潮の力の及ばざる領域に至らん。この教えは、自分の存在が、泡沫すなわち水面に浮かぶ泡や、できてはすぐ消える影楼のように儚いものである、という心境に至った人こそがあらゆる誘惑をはねのけて悟りの境地に達することができると説いています。また 金剛般若経という有名な経文には次のような句があります。一切の優位の法は夢、幻、幻、歌方は影のごとく、露のごとく、また、稲妻伝のごとし、まさにのごとき感をなすべし。優位の法とは因縁によって生じた諸現象のことで、この世のすべての物理的現象を意味します。すなわち、この世の現象というものは、 夢や幻や水の泡や物の影や炉や雷光のように消滅を繰り返す儚い存在であると教えています。このようなものの見方を無常観と言います。この世の無常を悟る方法として仏教には墓地に埋められずに荒地にそのまま放置された美しい女性の死体が不乱していくありさまを何日も観察し この世の地獄の相詰まり無常を悟るという修行法もあります。全ページと右にその図を示します。江戸時代の構想で、臨済宗、禅宗の城隠れ、禅寺は、南無地獄大菩薩という掛け軸を、力強い筆で書いています。南無は、それに消えするつまり、そのことを信じて命を懸けることを言い、菩薩は、 仏教で悟りをを求めて修行すする人を読みします私たちでも悟りを求めて努力をしようと決意すれば菩薩の仲間入りができるのです。ナム地獄大菩薩というのは地獄を菩薩のようにありがたいものとして信じすべてを任せきるという意味です。本人がどう思っていようが普通の人間は浅はかで愚かなものです。少し成功し。 金持ちになったり有名になったりするとすぐこの世に自分ほど偉い者はいないとおごり高ぶりますしかし病気になったり貧乏になったりの逆境に陥るとすぐに自分ほど不幸な人間はいないもうこんな世の中は生きる意味はないなどと落ち込んでしまいます自分の本質は何ら変化していないのにこの始末です 冷静に見つめれば、人間は誰しも地獄のような人生の中に地獄の心を持って生きているのがわかります。病気や不幸は人間を地獄に陥れる反面このような時こそ人生と自分の心の中の地獄に気づきここから這い上がる道を見つけようとする良いきっかけとなります。このような意味で地獄の存在は大変ありがたいものです。 地獄があるから救いや悟りを求める心が生じるのです。白隠れ、善師の南ム地獄大菩薩というのは地獄があるからこそ我々愚かな人間はそれに教えられて正しい道を求める努力が必要なことに気づくわけですから地獄という存在は大変ありがたいということを逆説的に表現しています。癌などの重病になった時 それを嘆いてばかりいても仕方がありませんし、そんなことでは何の進歩も解決もありません。癌になったという状態を冷静に受け止め、それをバネに身の至らなさを反省して、何とかそこから脱出する努力を始めることが大切です。癌になったことを良い機会として、新しい気持ちで再出発するようにすれば、癌になったことは人間として。 さらななるるる進歩を遂げる飛躍の糧となると思いますこのような心境になれば、ナム地獄大菩薩と素直に唱えられると思います。人のいないところで、大きな声で唱えると、実感が湧きます。